集団的自衛権の行使と徴兵制は全く関係がないわけでありまして、徴兵制をですね、導入することは憲法上、ありえないということであります。集団的自衛権の行使容認が将来徴兵制の導入につながるのではないかという指摘に対し、安倍総理は懸念の払拭に努めました。さらに安倍総理は集団的自衛権の行使の条件について、日本が直接武力攻撃を受けた場合と同じように深刻で重大な被害が及ぶことが明らかな状況などと説明し、世界で最も厳しい条件だと強調しました。